ハムジャンボ岸美有です。今回は私の経験から CA の転職活動についてお伝えしたいと思います。今就職活動している人もいるのかな、わかんないですけど、まあ就活生の方にとってもこの考え方参考になればなって思います。先日 CA 実は営業に向いてる説を考察してみたっていう動画をアップさせていただいたんですけれども、でその中でちょっと質問をいただきましたので質問をご紹介したいと思います。 CA から異職種に転職を考えている25歳です。この動画を見てすごく励みになりました。こちらこそありがとうございます。自分が仕事で培ってきた経験、仕事で成果を上げたことや学んだこと、自己 PR をどのようにしたらいいのか今悩んでいます。私もビジネスクラスまで就職していますが、マネジメントの経験はありません。なるほど。〇〇をして喜んでもらった、手際よくサービスできた、安全は漏れたと感じたフライトはあるものの、数字で示せるような具体的なエピソードがなく、面接で説得力あるアピールができるか不安です。私は普通の CA として当たり前のことしかできてません。そんなことないと思いますけどね。謙虚な方なんだと思います。専門職なので異業種となるとポテンシャル採用となるのでしょうが、面接でどのようなことを話されたのか気になります。やはりエージェント等は利用されましたか。もしよかったら CA から異業種への転職活動準備から面接等のお話を動画で詳しく聞けたら嬉しいです。長文失礼いたしました。今後も動画楽しみにしています、ということでありがとうございます。確かに自己 PR どうしようとか、職務経歴書どうやって書こうとか、髪の毛抜けた、面接対策どうしようとか、いろいろこう悩むと思うんですけど、それはあの CA だからではなくって、おそらく他の業種から転職される方もみんな同じこと考えてると思うんですよ。なのであくまでも私の経験ベースでちょっとお話できればなとは思っています。まず転職活動のする上の準備として大事なことは、絶対譲れない条件をリストアップすることがまず一つですね。転職活動ってもう引っ越しの物件探しと一緒で、これだけは譲れない条件っていうのはそれぞれきっとあると思うんですよ。その会社にいるからこそ。例えば CA 時代私はシフト制で動いていたので、シフト制で動いている生活リズムが辛かったから、オフィス勤務というか週5日働いて土日祝日休みのところがいいなって思っていました。週休2日ってとこですね。いわゆる今の仕事のここが嫌だっていうところをリストアップして、その反対側、いい方向になる、そのなんていうんだろう、条件っていうのを見出していって、それを転職活動に当てはめていったらいいと思うんですよね。これは本当にあの言わせてもらいますけど、それをしっかりしないと入ってからめちゃくちゃ後悔します。で、妥協したくないところをしっかりと転職活動する前に認識しておくっていうのが大事ですね。2つ目、これは新卒と一緒ですけど、行きたい業界と仕事をきっちりと定めることですね。これは同期だったり、あとは現役の CA さんの方で DM で質問いただいたりするんですけれども、正直 CA しか新卒の時考えていなかったから、 CA 以外の仕事を全く新卒の時に考えていなかったと。なのでいざ転職するってなると、 CA 以外の仕事をしている自分があまり想像つかないから、どこの業界に行きたいのか、何の仕事がしたいのかわからないんですっていう質問というかご相談をいただくんですね。その気持ち私もすごくわかるんですよ。正直航空業界以外私もそんなに興味なかったので、まあ私みたいに明確に営業がしたいって思って、単にこうどこでもいいから営業っていう探し方だったら多分楽だと思うんですけど、本当に特に行きたい業界ないんです、やりたい仕事がないんです、どうしたらいいんですかってこう思っている方がいらっしゃったら、考え方として多分そういった方って多分飛行機とか空港とか旅に携わることが好きな方が多いと思うんですよ。そうやって飛行機や空港に携われる仕事をひとまず考えればいいと思うんですね。探し方としては、まあ、目をつぶっていただいて、空港だったりキャビンを思い浮かべていただいて、その中でこう仕事になるものっていっぱいあるんですよ。元 CA っていう肩書きを生かして機内販売の商品開発に携われる仕事ってあるかもしれないですし、ケータリングに携われる仕事もあると思いますし、大きく見れば飛行機に直接関わらないとしても航空物流をやってみるとか、そういった形で飛行機から離れることはあっても、飛行機に間接的に携われる仕事ってもうめちゃくちゃいっぱいあるので、
ぜひ視野を広げて探してみてはいかがでしょうかねっていうのが一つと、単純にあと好きを仕事にしたらいいと思います。例えばメイクが好きだったら化粧品会社の転職を考えてみるとか、元 CA という肩書きを生かして教えることが好きだったらマナー講師になるとか、私はしていないんですけど元 CA という肩書きを生かしたセカンドキャリア仕事っていうのもあると思うので、私はこれが好きだからこれをやってみたいって思って仕事を探して応募してみるっていうのも手かなって思います。 CA だからダメだろうなってそれは分かんないですし、応募してみなきゃ分からないことなので、そういった視点でも仕事を探してみてはいかがでしょうかね。3つ目に大事なことは職務経歴書を充実させることです。先ほども質問の中で CA は数字として示せる実績がないんですけどどうしたらいいですかみたいな質問をいたんですけれども、確かに、まあ私今営業してますけど、営業と違って年間何件のクライアントとビジネスをして何千万円売り上げましたみたいな感じで書けれるんだったらその人の実績っていうのも分かりやすいと思うんですけれども、でも正直言って数字が全てじゃないんですよね、本当に。何が大事かって、どういう工夫をしてその仕事に取り組んでいて、そのやり方、考え方を生かして御社に貢献できますっていうアピールができるかっていうのが大事だと思うんですよ。ポテンシャル採用になるからこそ、いろいろと職務経歴書にそういうことを書いた方がいいと思うんですよね。これが直接的なアピールになったかどうか私はわからないんですけど、その時面接で話していたのは、CA って結構リスクヘッジが大事な仕事だっていう話をしていまして、例えばですけど国際線でミールサービスがあるときにスペシャルミール特別食っていうのがありまして、その特別食スペシャルミールを、間違いなく配布しなければならない。すごく簡単なことかもしれないんですけど、この誤配布って結構起きているんです、頻繁に。でそれが結構問題になるんですね。なぜかっていうと、アレルギーをお持ちのお客様、宗教的な理由があってそれしか食べられないっていう機内食があった時に、その方に対して間違ったものを配布してしまいますと、大げさに言ってしまえば命に関わることですそれぐらい大変なことなんですけれども、そういった誤配布を防ぐためにどういう風に工夫をしてやっていました、こういう風にコミュニケーションを取ってやっていました、だから私は一回も誤配布を起こしたことありません。これも立派なアピールになるんですよね。数字で言えていなかったとしても、自分がやろうとしていることに対しての自分の考え方、工夫、プロセスっていうのをちゃんと言っていますし、それに対してのその達成しなければならない目的を実際にこう達成できているわけですから。なので私は営業に行ったらいろんなお客様と同時進行で進めていかなければならないプロジェクトだったりビジネスっていうものがあると思いますけど、私にはこういう風に工夫をして仕事ができると思いますと、わからないですけどこういう風にやっていけたらいいなと思いますみたいなことを言ったと思うんですよね。その時面接してくださった方が興味津々に聞いてくれて、あ、じゃあ CA の仕事って例えば他にどういうことがあるのとか、なんかこうそこから発展していく話もあるので、一概に数字で言える実績を言わなきゃって思う必要はないかと思います。この CA っていう仕事に関してはですけどね。私職務経歴書はもうほんと3ページ以上書いたので、書こうと思えばいくらでも書けるんですよ。職務経歴書って特に CA の仕事からこう書けることってたくさんあるので、客観的に自分の仕事を見てみるっていうのが大事かと思いますので、この仕事をする上でこういうスキルが求められるだろうから、じゃあ CA だった時にこういう風なことがあってこういう風にやったからこういうスキルも活かせるんじゃないかなって、こう逆算的に考えてアピールされたらいいんじゃないでしょうかね。あとは面接練習どうすればいいですかっていう質問もいただくんですけど、私は正直面接練習っていうのはしていません。 CA さんの場合その練習っていう練習は必要ないと思うんですよ。接客のプロなのでお話しされることには慣れている方たちだと思うんですよ。なので、まあ、それなりにご自身の考えをまとめて自分らしい言葉で話せばいいと思うので、あ、面接練習しなきゃっていうふうにこう自分にプレッシャーをかける必要はないのかなって思います。よっぽど不安であればエージェント等を使って面接練習をされたらいいのかなとは思います。長くなりましたけど、今回ちょっと CA の転職の触りの部分をお伝えいたしました。
もし詳しく他に聞きたいことがありましたら、遠慮なく下の方のコメント欄に残していただければなと思います。これはもう余談になりますけど、転職の相談を受けるときに、 CA しかしてこなかったから正直転職するのが不安なんですとか、オフィスで働いてやっていけるのか不安なんですっていう風に言われる方が多いんですけど、そうやって不安に思う必要は全くなくって、なんでかと言いますと、 CA の仕事に当てはめて考えていただければわかると思うんですけど、私たちが新卒で CA になった時に訓練ってみんな受けると思うんですけど、その訓練で、まあ、何機種かわからないですけど、それぞれの機種のドアの操作の仕方であったりだとか、キャビンの、まあ、いろんな設備の使い方っていうのを覚えたりですとか、機材特徴を勉強して覚えたりとかしたと思うんですよ。それができているのに、なんでオフィスに行ったら仕事ができないって思っているのか、私不思議でならなくって、プレッシャーに思う必要はないんですよ。全然できることなので、ぜひ気楽に転職活動を楽しんでやっていただければなって思います。皆様の検討をお祈りしております。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おさんさんだー。